任せてだから初期外録の時に俺がそのあのなんだ佐々木さん他人に興味がないんでって言って結構バッシング受けたんですよ、はい、なんだそれはと、はい、失礼じゃねえかと、はい、でもそんなもん人それぞれの価値観があって、はい、あの現実だって興味がないもんしょうがないと思ってて、まあ、ないものはないでしょうがない、ね、そうなんですね、そうなんですよ、だってそのなんかその要はおべっか使う必要がなく生きてきたわけじゃないですか佐々木さん、うん、だからそれは仕方ないと思うんですよ。その上で、まあ、YouTuber としてなんか佐々木さんが聞き上手にはなれるって言っちゃってるから、いやなれますよ。本当かなっていうか、だから聞き上手になれない人間が、はい、それから NPO を立ち上げて、はい、不良少女少年少女をこう、はい、引き戻してあげるのに、はい、相手のことも聞き上手じゃなかったら無理でしょ、はい、だから俺はなかだから佐々木さんになんか相談に来るじゃないですか、うん、じゃあ佐々木さんがおめえそうじゃねえああじゃねえっつって向こうには喋らせずに解決したっていう風で終わっちゃうと思ってるんですよ。そんなことないですよ、はいはい、でまあその相談だったらまだそうなんですけど収録っていうことを考えると、はい、だからその佐々木さんはその佐々木さんはあれ本当興味深いワードとか面白いあの話もするし、うん、ただ自分の話をすごいしてくれて、うん、相手が話してる時はやっぱ興味ないから、いやなんでかって言って、はい、今までそういう関係のことやってないからね、はいはいはい、だからその YouTube のこうコラボでも、はい、その相手のことをこうそのそういう関係のコラボじゃないから、はい、あんまり興味ないことには反応しないようにしてる。だからそれをだから逆に言うと最初からそういうつもりで撮ってたら、はい、一生懸命相手の話も聞くし、はい、その相手のが言ったことに対して確信もどん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 こう触れていきますよ。本当ですか？本当ですよ。まあまあ口下手っていうのとかあるけど、はい、じゃあ分かりました、はい、じゃあついにじゃあそれやっていきましょう。全然大丈夫ですよ、はい、じゃあまずは今度駐車場ファイトやる、うん、バケネコ店長でやってみましょうか。ああ全然 OK ですよ、はい、バケメント、はい、分かりました、はい、じゃあこれは予告で、じゃあ、OK、いかにいやバケネコの店長で多分ね結構ねあの彼のこの生い立ちとかの人生を語ったら結構みんな見てくれると思いますよ。そうですか。もう俺のマジスに任せてくれ。分かりました。何のために撮ってんの